解放し若者をギャングから遠ざけようとしたギノンを教えてくれた。ちゃんと職に就いてやっていけるように。それをよく思わなかった連中は大勢いただろう。牧師は狙われてるって知ってました。この家はしょっちゅう落書きされていた。窓もよく割られて、でもいつも黙って直して引き下がらなかった。最近脅迫されたりとかは？外壁にサインされたけどペンキで塗ってた。消されるのに切れたやつがいたのかも。外壁を調べないと。ありがとう。